2024年1月26日公開がかなり近づいてきた劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダム。先日本予告という名の最新 PV が公開され、ライジングフリーダムやイモータルジャスティスが苦戦する様子までもが描かれています。そんな中、カードゲームバトルスピリッツのコラボブースターで2024年2月3日から発売予定のカードの中からコンパス、ライジングフリーダム、キラヤマト、コズミックイラ75といったカードが公開され、その情報から新機体の性能などが見えてきました。さらに12月22日より新宿ピカデリーで展示が始まったシードフリーダムのブースを見に行ったところ、同じく2月2日から販売されるカードダスのサンプルが展示してあり、文章のところは全てモザイクで隠してあるものの、ある一つの謎が判明する情報がありました。そこで今回はすでに公開されている機体がどのような性能をしているのか、誰が登場するのかについて見ていきたいと思います。なお本動画は PV や各所での展示物などの内容を含むため、ネタバレが苦手な方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。まずライジングフリーダムについて、その性能から見ていきましょう。武装としては PV やガンプラを見る限り、ビームライフルに腰部のビームサーベル、遠隔操作可能なビームバ搭載型シールド、ストライクフリーダムと同じような腰部レールガン、フリーダムのようなハイブビーム砲アグニ、そして両前腕部に搭載されたビームシールドが確認できます。 PV ではブラックナイトスコード芝にパワー負けしているような描写があり、よく見ると左側の翼がすでに破損してなくなっているようにも見えます。各所では核エンジン機ではなくバッテリー機ではないかと言われていますが、実際のところどうなのでしょうか。まずバッテリー機なので可変機構が導入されたのではないかという視点で考えてみたいと思います。可変機構といえば大気圏突入や長距離巡航といったメリットが挙げられます。大気圏突入に関してはシード界では過去にフリーダムやインパルスが単体で大気圏突入しているので、ライジングフリーダムが大気圏突入のために可変機構を持つ理由はありません。では逆に大気圏脱出はどうでしょうか。これもライジングフリーダムの可変機構が大気圏脱出のために搭載されたものとは考えにくいと思われます。その理由としてはライジングフリーダムだけではなく、ルナマリアやアグネスの背景にもポジトロニックインターフェアランスの現象らしき緑の光が映るシーンが存在するので、もし大気圏脱出のために可変機構を搭載するのであれば、ゲルムヌメナースやギャンシュトロームを含めた全機体に可変機構が必要になるからです。さらに PV では戦艦で大気圏離脱しているような描写が存在するため、変形機構が大気圏脱出のために必要とは考えにくいのではないでしょうか。では長距離巡航という面ではどうでしょうか。これは核エンジン機であれば問題ありませんが、バッテリー機であれば当然低燃費で移動する必要があるので、可変機の方が有利だと思われます。そうすると可変機構が搭載されている理由としては、ライジングフリーダムやイモータルジャスティスはバッテリー機で移動時にエネルギーを温存したいという意図があると考えられます。このことについて先日明かされたコラボブースターのカードから読み解くと、バッテリー機と結論つけて良いと思われる内容になっていました。ご覧いただきたいのは中央の箇所、レベル2バリアブルフェイズシフト走行とありますが、これはレベル2でバリアブルフェイズシフト走行を発揮できるということで、バトルスピリッツで登場するシードシリーズの機体の場合、ストライクやインパルスのようなバッテリー機はフェイズシフト走行は、レベル2フリーダムのような核エンジン機はレベル1で発揮するようになっています。ただ個人的に違和感なのが、バッテリー機でトランスフェイズ走行のカラミティなどはレベル1で発揮できるので、トランスフェイズ走行だけは任意発動のシステムということを表現しているのかもしれません。このことを踏まえると、ライジングフリーダムはインパルスと同じバリアブルフェイズシフト走行でレベル2で発揮できるため、バッテリー機と考えられます。また左上の数字がコストを表していて、このライジングフリーダムのカードはコスト3ということになります。ストライクはストライカーパックなしでもコスト4、インパルスはシルエットなしでもコスト4、フォビドゥンレイダーカラミティはコスト6、フリーダムはコスト7。なのでライジングフリーダムはあからさまにコストが低くなっています。バトルスピリッツでは装備によってコストが違ったりもしていて、フリーダムがコスト7フルバーストでコスト8
ニーティア装備でコスト9になっているため、ライジングフリーダム、フルバーストがコスト8などで出てきてもおかしくないことから、ライジングフリーダムが性能が低いと断定することはできないのですが、それにしても、バックパックなしのストライクやインパルスよりも低いコストなのは、性能面というよりは、劇中でのやられ方が反映されているのかもしれません。また、コンパスのカードも登場しました。このカードの中に、系統、コンパスを持つ本来のコストが、8以上の自分のスピリットすべてに白シンボル1つを追加するとあります。ということは、コンパス系統の中に、コスト8以上の機体が存在するということになります。過去のカードでは、ストライクフリーダムの系統がオーブ、インパルスはザフト、暁はオーブ、といった形になっていて、新たに、コンパス所属機のコスト8カードが出てくることは確定だとわかります。ライジングフリーダム、フルバーストがコスト8で出てきてもおかしくなさそうですが、さすがに、これは、ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスの回収機が出てくると解釈していいのではないでしょうか。ちなみに、キラヤマとコズミックイラ75のカードも公開されましたが、人物カードだと、例えば、アスランの場合、カードにもよりますが、ジャスティスガンダムを召喚、など条件がついていたりします。しかし、このキラの場合、コンパス機を1機手札に加えるとしか演出されていないので、別の新ストライクフリーダム召喚キラのカードがあったりしそうです。こういった点を踏まえると、ライジングフリーダムやイモータルジャスティスの性能はとても高いとは考えにくく、新型ストライクフリーダムと新型インフィニットジャスティスの登場は間違いなさそうです。次にインパルスについてです。劇場版では、スペック2が登場することが判明しているものの、公開されている設定画やガンプラには、どこにもロゴが描かれておらず、どこの所属なのか、誰がパイロットなのか、といった点が一切不明でした。しかし、12月22日から始まった新宿ピカデリーでの展示の中に、2月から発売されるカードダスのサンプルが展示されています。実際にこれを見たところ、文字はすべてモザイクがかかっていましたが、インパルスには、コンパスのロゴが入っていました。そう、インパルスはコンパスの機体ということが判明したのです。では、インパルスのパイロットは誰なのでしょうか。もともと、私としては、コンパスロゴが入っていないインパルスは、一人だけ、コンパスではなく、ターミナル所属になっているアスランが登場するかな、とも思っていたのですが、コンパス機でインパルスといえば、やはりシン・アスカ。ただ、PV では、イモータルジャスティスのシーンで、シンがセリフを発していたり、全天周囲モニタのコックピットだったりするので、シンは、イモータルジャスティスにも乗ると考えられそうです。しかし、同時に、コンパスロゴが入ったアスランのパイロットスーツ姿も公開されていて、PV では、アスランが、全天周囲モニタの機体に乗る姿も描かれているため、アスランも、イモータルジャスティスに乗ると予測できます。では、イモータルジャスティスには、シンとアスランの2人両方が乗るとして、シンは、インパルスにも乗るとして、どこで機体変更を行うのでしょうか。これに関して、すでに公開されている情報から推測できる点があります。それは、フリーダムキラーも、大したことないな、というグリフィンのボイスです。このセリフ、剣技での模擬戦で、シンが負けてそのように言われてしまうと、私は解釈しているのですが、さらに、本日グリフィン役の森崎ウィンさんのアフレコインタビュー映像が公開され、そこでは、へえ、剣が使えない隊長さんかいというセリフがありました。そちらも踏まえると、流れとしてはこうなるのではないかと考えられます。まず冒頭で、メサイア攻防戦が集結してコンパスが設立されて以降、キラはライジングフリーダム、アスランはイモータルジャスティス、シンはインパルスで戦っていた。しかし、戦争がなくならず悩む中、キラとシンがいれば戦闘は大丈夫だと判断したアスランは、機体を置いてターミナルへ出航して諜報活動を中心に。そんなある日、ファウンデーションからの要請を受けて、コンパス隊はファウンデーション本拠地へ赴く。この時、シンはインパルスに登場しているので、グリフィンはインパルスから降りてくるシンの姿を見て、フリーダムを撃墜した有名な機体であるインパルスのパイロットの顔を知る。そして、剣技のお手合わせをしたいと言われ、キラは剣が使えないので、シンが代わりに勝負するも敗北して、フリーダムキラーも大したことないと言われてしまう。そもそも、フリーダムを倒したパイロットの顔を知らなければ、シンはフリーダムキラーと言われません。シンの顔が、この世界で知れ渡っているなら別ですが、グリフィンが、シンの顔をもともと知っていたというよりは、
フリーダムを倒した有名な機体である。インパルスのパイロットの顔を見て、こいつがフリーダムを倒したパイロットか、と知ってフリーダムキラーと呼んだのではないでしょうか。一方アスランですが、ファウンデーション拠点に赴く際に同行している姿が見られるものの、お辞儀をする時点ではアスランはいないので、この時は、すでにターミナル所属になっていて、単独で、ファウンデーションの調査を行っていると思われます。そのため、この段階では、イモータルジャスティスのパイロットとして、コンパスの平和維持活動を行うといったことはしていないか、または、コンパス設立初期だけ、イモータルジャスティスで戦うも、シンが、いつまでこんなこと続けるんすか、と言っている頃には、すでに紛争に武力介入するだけでは、戦いは終わらないと判断し、ターミナルへ移動していると思われます。そうすると、イモータルジャスティスは、アスランの機体として、格納庫に保管されっぱなしの状態と考えられそうです。しかし、アスランのコックピット視点の映像では私服でありながら、全編周囲モニターの機体になっていることから、このアスランが操縦しているのがイモータルジャスティスだと思われます。では、このシーン、アスランは何をしているところなのでしょうか。ここでは、左に、いわば、右側に森林が映っています。しかし、イモータルジャスティスがブラックナイトスコードと対峙するシーンでは、森林がどこにも見当たりません。そのため、アスランが操縦するシーンは、ブラックナイトスコードとの戦闘シーンではなく、アスランが諜報活動を行った後、ファウンデーションの実態を、アークエンジェルやミラニアムに伝えるため、単独でイモータルジャスティスに乗って帰還する場面で、ブラックナイトスコードと対峙するシーンは、核爆弾をぶっ放した後の荒野だと解釈することもできそうです。こういった点を踏まえて、ストーリー全体を考えてみると、アスランがターミナルへ移動した後のある日、ファウンデーションからの依頼を受け、ラクスたちは、ファウンデーションの拠点を訪問。ブルーコスモス攻略作戦の要請を受ける。その時、アスランは、ファウンデーションの目的が、コーディネーターを超える種を作り出そうとしていること、無人機の運用、そして、核を保有していることを知る。別行動のアスランは、イモータルジャスティスで一人帰還する中、このままではコンパスは負けると見越して、ファウンデーションに対抗できるよう、新ストライクフリーダムや新インフィニットジャスティス、暁など戦力の拡充を行うため、別行動を取ることを決意。この時、もしも、シンが、インパルスで、ブラックナイトとの戦闘になった場合、インパルスでは、性能的に厳しいと見越して、イモータルジャスティスをシンに託す。その後、開始されたブルーコスモス本拠地攻略作戦では、キラのライジングフリーダムと、いやいやながらも、アスランの機体を受け取った真のイモータルジャスティスが果敢に戦うが、ファウンデーションの罠にはめられ、ライジングフリーダムは大破。翼の左半分を失い、頭部も切り飛ばされてしまう。そして、アスランが用意した、新ストライクフリーダム、新インフィニットジャスティス、新暁が参戦して対抗。と、こういった流れになるのではないかと思うのですが、皆様はいかが思われますでしょうか。ちなみに、イモータルジャスティスが苦戦する様子はあっても、どこまで破壊されるのか PV ではわかりませんが、公開されたカードダスでは、ライジングフリーダムが、ヒットポイント750、イモータルジャスティスが、ヒットポイント700、インパルスが、ヒットポイント650、ゲルグヌメナースが、ヒットポイント550、ギャンシュトロームが、ヒットポイント500。一方で、ブラックナイトスコードが、ルドラデスラヒットポイント750、シバーは、ヒットポイント800になっています。イモータルジャスティスはおろか、インパルスでは相当苦戦すると予想されます。というか、ギャンシュトロームのパイロットがアグネスと考えると、キャラクターボイスのジンクスを打ち破れるのか不安なのですが、インパルスは、バッテリーが最新型とはいえ、イモータルジャスティスよりスペックが低いのであれば、アスランが、真に、ファウンデーションと戦うための剣として、イモータルジャスティスを託す理由になり得るのではないでしょうか。バトルスピリッツのタイトルは、運命と自由なので、後半で、シンが、デスティニーの新型に乗るのも期待したいところです。ということで、カードダスで、インパルスが、コンパスの機体と判明したことで、シンがインパルスに乗る可能性がかなり高まったと思うのですが、いかが思われますでしょうか。ぜひ、皆様の考えも、コメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本、動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。